今日の試合前、8月13日の広島戦で2000安打を達成しました巨人、阿部慎之助が野球殿堂博物館を訪問しました。達成時に使用していましたバットとバッティンググローブを寄贈し、この阿部慎之助には感謝状が贈呈されたということです。同じく2000安打を達成されています野村健次郎さん、改めてこの阿部の偉業どうご覧になりますか？そうですね、本当に怪我をしてね、キャッチャーというポジションで大変だったと思いますけども、今成績出てますけども、ホームラン、打点、打率どれをとっても素晴らしいですよね。そして今日の一戦に向けてどのような形であれ勝つしかないんですと、たとえ1対0でも10対9でも相手よりでも1点でも点を取ってそして結果勝つと、まさに勝ちにこだわるという阿部の言葉がありました。野村さん、この阿部でありそして現在バッティングの状態が心配される坂本、はい、やはり打つべき人が打たなければいけない、そういった大事な試合ですね。そうですね、やはりたくさんのファンの方が応援してくれてて、クライマックス制度を踏まえてですね、はい、一戦も長くやはりファンの方に、ゲームを見ていただく、そして応援していただくためにもね、今日の試合はとても大事な一戦になると思います。1ゲーム差というこの熾烈なクライマックスシリーズ進出争い、2位タイガースも含めたこの3チーム2つの椅子を争います。さあそして先発のマイコラス、東京ドーム場内にコールされまして今ゆっくりとマウンドに向かいます。順番を入れ替えて野村さん、中5日でマイコラス初戦に持ってきました。2連戦ですが、改めて是が非でも初戦を取りたいという高橋監督の思いですか？そうですね、もう日程的にも初戦を取っていく、はい、そしてホームアドバンテージを生かしていくために、マイコラスを先に持ってきたと思いますから、すごくプレッシャーはかかると思いますけども、逆に期待に応えてくれるんじゃないかなと思いますね。来日3年目のマイコラス、来日以来この対ベイスターズは10試合投げて4勝0敗、負けがありません、防御率 2.13、 今シーズンは0勝0敗ですが 1.80 とベイスターズ戦は安定しています。9月に入って14イニング無失点、さあ果たしてこのマイコラスがベイスターズ打線をどう対峙していくのか、注目の立ち上がりです。